北川俊之は、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手。2009年から2010年までの登録名は、北川春良小学生時代は、大阪空ガース、大阪東ジャガーズに所属。中学時代も引き続き大阪東ジャガーズに所属する。大阪東院高校では1年秋からレギュラーとなり、主力強打者として、 高校通算本類打数31本を記録。その後、大阪桐院高校の野球部から、初となる、東京六大学野球進学を果たし、法政大学に入学。大学では、安倍正宏、GG 佐藤、広瀬淳羅。後藤武俊は2年後輩。そのため、レギュラーではなかった。リーグ戦、通算20試合26打数3安打2打点。 その後社会人野球、川崎製鉄水島にて遊撃手で日本代表に選出され、2002年10月、韓国釜山で行われた2002年、アジア競技大会野球日本代表に出場し活躍。同11月キューバで行われた第15回アイブフ、インターコンチネンタルカップ、日本代表では、プロアマ混成チームに選出され、宇都見哲也、井端博和。 川崎宗則らと共に出場、ベネズエラ戦で満塁本塁打を放つ。その年の2002年度ドラフト会議にて、横浜ベイスターズから6巡目指名を受けて入団。社会人時代から、公衆の遊撃手として、名を馳せ、堅実な打撃が評価されてのプロ入りだった。2003年7月5日の対広島戦にて、プロ初出場を果たした。2軍ではルーキーながら、 チームトップの打率、323、8本塁打、11盗塁を記録し、守備だけでなく打撃でもアピールした。主に二塁手として出場しているが、三塁手や遊撃手もこなせる守備力を持つ。2004年8月8日に横浜スタジアムで行われた、対ヤクルト戦で1軍での初安打を放った。2軍ではすでに二塁手のレギュラーで3割に近い打率を、残していたが、 石川雄陽や当時内野手だった、内川誠一、藤田和也といった、同じタイプの選手の存在もあり、また石井拓郎や種田一志などのベテラン勢の層も、厚く、一軍でのポジション争いは、熾烈な時代であった。2008年6月25日のイースタンリーグでの対、ロッテ戦で、大峰祐太との対戦時にファウルチップで、右手有甲骨を骨折。 手術し1ヶ月半戦線を離脱、一軍出場も入団以来初となるゼロに終わった。2009年シーズンにより、登録名を北川俊一へ変更。6月8日の横浜スタジアムでのセパ交流戦の対、ロッテ戦で、大峰からプロ7年目で、初本塁打となる、逆転満塁本塁打を放った。この本塁打は、プロ野球通算2000本目の満塁本塁打となり、 初本類だが、満塁本類だとなったのは、横浜では1994年の鈴木隆則以来15年ぶり2人目で、プロ野球史上36人目。ヒーローインタビューでは二軍時代の指導者や当時、監督であった、田代富雄への感謝を語っていた。2010年10月1日、戦力外通告を受け、現役引退を決断した。引退後は、ベースターズのスクールや、 横浜 DNA ベイスターズジュニアのコーチなどで、小山田康弘や鈴木隆則と共に、少年野球指導などにあたり、現在も横浜 DNA ベイスターズの、球団職員として勤務している。ありがとうございます。